で、ホテルが第1、第2駐車場があって、結構余裕がありますね。はい。なんで、あの、部屋数からしてのこの駐車場の台数は結構余裕あるんです。ここまで満員とかね、まあ、なることないのかなっていう感じがします。鹿児島県の霧島市にいます。霧島ということで、旧国分市のですね、平成の大合併で合併したんだけど、元々の、市域としては、国分市ですね。国分の駅の割と近いところです。そこで宿泊しているホテル、ネクステージですね。ネクステージにいるところなんですけど、非常に結構広いですね。今一人で利用してますけど、広いお部屋です。なかなかいい感じですね。で、こんな感じで椅子があって、まあ、そこでパソコン使ってますけど、こっちも椅子があります。で、ベッドも大きいですね。で、寝心地もいいです。Wi-Fi の速度が少し遅いっていうのは、そこがちょっと気になりますけど、それ以外は満足ですね。あとはこういう感じでユニットバスです。はい。朝食はなんか持ってきてくれると言ってるんで、明日朝、一応予定、予約として8時に入れておきました。で、こんな感じで、部屋にね、朝食持ってきてくれました。お弁当形式です。まあ、こういう感じですね。あ、結構、ご飯大盛りですね。で、こんな感じで、コーヒー、あとヨーグルトもついてます。ということで、いただきます。